これでこういう増やすと、それは今の前でですね、今度はこっちに後ろへこうなって増やすと、そして一点、昭和13年、望月さんは中国大陸に渡り、満州国政府の県参事官を務めるなど活躍しましたが、終戦後は養成館を再建しました。またフランスに2年滞在して、ヨーロッパに初めて合気道を紹介し、フランス政府から文化功労賞を贈られ、侍望月として一躍名を挙げました。こうした中で望月さんの支えは武道の精神であったといいます。特に最近では青い目の武者修行者が着実に日本の心を学び取っているのに対し、今の日本では武道の精神というと何か古めかしく、すぐ国家主義だという批判が出ますが、全くの筋違いだと恩師加納治五郎の精神を受け継いでいる望月さんは孤軍奮闘します。今日武道は古い、武道はいかん、もうスポーツなきゃいかんというふうなことでですね、高度感はじめですね、スポーツ中華ということを盛んに今言い出した。武道の本来の精神というものはスポーツと違うんだということからですね、というのはスポーツというものはもう勝って勝って勝ち抜いてですね、チャンピオンを狙うものなんですよね。ところが加納先生の思想は精力全用、自他共栄、重力合合せずといったようなことなんですね。その中にそのコントロールって考えたんですね。これは一人ではやるんじゃないんですよ、必ず相手と共にということで、自他共栄って我も立派になるが、お相手の方もですね、立派になってもらうと、自他共栄っていうふうな、これがその、この日本武道に全て共通した考え方であろうと、まあ思うわけですがね。恩師加納治五郎が門弟に訓戒して生むことのなかった言葉の一つに、柔道の中にスポーツの要素、つまり力主義はあるが、だからといって柔道をスポーツにしてはならないというのがあります。武道は人間形成への道であり、武道を通じて人材を育てていくこと、これが本来の精神であり、平和への道であるといいます。武道のやってる中で厳しい状態の中でね、いつも自分を保つっていう、まあ、例えば武道っていうのは生と死が関わるんですけども、一番はまあそういった厳しい状態でもいつも己っていうか、まあ、平常の気持ちを持っているように努力するのがまあ武道だと心得ています。C'est ce que je pensais trouver. Donc, c'est très bien.